こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の NG ダウンコーデベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。動画を撮っている今日なんですが、昨日ですね、結構雪ががっつりと降りまして、めちゃくちゃ寒いんですよね。僕自身寒がりというのもあるんですが、今日はですね、しっかりとダウンを着込んでこの事務所まで来たわけなんですが、真冬はですね、もうダウンというアイテム必ず必要になるかなと思うんですが、意外とですね、このダウンというアイテムはですね、着こなすのが難しいんですね。というのもダウンというものの特徴としてはかなりカジュアルなんですね。アイテムには様々な特徴があるんですが、冬に着るものだったらダウンはかなりカジュアルで、むしろ綺麗めな方向にあるのがロング丈のコートですね。チェスターコートだとかステンカラーコートみたいなものがあるんですが、こういった綺麗めなものの方が意外と大人の男性には似合いやすいですし、小綺麗に見えるので結構簡単だったりするんですが、一方でカジュアルに見えがちなダウンというのはそれなりに着方に工夫をしないとなかなか大人の男性には似合いづらいというところもあるんですね。街で多くの男性を見ていると結構ですね、これはちょっと合わせない方がいいかなというような NG コーデをしている方結構少なくないので、今回の動画ではダウンにおける NG コーデということで皆さんに具体的に5つご紹介しながら、しっかりとですね、 OK のコーディネートアイテムまでですねお伝えしていきますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にどんな着こなしがダウンにおいて NG なのか、ここについて解説をしたいなと思ってるんですが、なるべく皆さんに分かりやすくお伝えしたいので、僕のお得意のですねホワイトボードを持ってきました。一応ですね、教員免許を持っているスタイリストとしてはですね、これを多用していきたいなと思ってるわけなんですが、今回のテーマダウンジャケットですね。このアイテムの特徴としては、先ほどもお伝えした通り、綺麗めカジュアルという2つの中では断然カジュアル寄りなんですね。この特徴を頭の片隅に置きながら NG と OK を見ていただきたいんですね。メンズファッションにおいてすごく重要なのが、カジュアルになりすぎてもダメだし、かといって綺麗めすぎちゃうとそれまたですね、決めすぎ、カッコつけすぎであまり印象が良くないんですね。ですので、このカジュアルと綺麗めをうまくミックスさせながら全身のバランスを取るというのが非常に大切になってくるんですね。そういった意味で今回お伝えする NG OK を見ていただくとすごくわかりやすいかなと思ってるんですが、まずはですね、ダウンの内側に着るもの、どんな選択肢があるのかというところなんですが、トップス、このジャンルから見ていきましょう。ダウンの下に着るものとして NG なのがフード付きのパーカーですね。これはですね、NG ですね。なぜかというと、パーカーというのはフードがあるものが多いかなと思うんですが、それに対してダウンジャケットもフードがついている。これがですね、フードのついてないダウンであれば、ギリギリ NG というわけでもないんですが、やはりですね、一般的なパーカーとダウンの組み合わせは、フードが二重重になってしまって、首元がですね、どうしてもこうだらしなく見えてしまうので、これは相性が良くないので、これはなるべくやめておいた方がいい着こなしかなというふうに思ってます。ましてやですね、ダウンジャケットがカジュアルで、パーカーというものもやはりカジュアルなので、上半身カジュアルカジュアルだとなかなかバランスが取りづらいので、ダウンに対してパーカーを合わせるという着こなしは皆さん避けていただいた方がいいかなと思っています。ではパーカーの代わりにどんなものを着ればいいのかというと、これはもう間違いなくニットなんですね。同じトップスの中でもパーカーに比べると綺麗めな印象が漂うのはニットというアイテムなので、こちらに変換してあげた方がもうバランスは間違いがないかなというふうに思ってます。ニットといっても様々なものがありまして、普通の丸首もいいと思いますし、モックネック型もいいと思います。あとは寒がりの人であればタートルネックもいいかなと思いますし、いろんな襟型がありますが、その中で NG OK は特になくて、ニットというのは非常に相性がいいので、ぜひ皆さんダウンの内側にはニットというところ、これをですね鉄板として何着か用意していただければなというふうに思っています。一方でシャツとかそういったものを合わせるのも悪くはないんですが、よくやりがちなのがチェックのネルシャツという組み合わせなんですね。
これもなかなか難しいんですね。結構僕らのような30代、40代、それ以上の世代もそうなんですが、チェックの寝るシャツって好きな方っていらっしゃるんですよね。アメカジというものに対してすごくこう馴染みがあって、チェックの寝るシャツが秋冬になると着たいという方いらっしゃると思いますし、結構ユニクロでも未だにたくさん売ってたりするわけですね。まあ、そういったチェックの寝るシャツって季節感があっていいんですけども、どうしてもですね、綺麗めとカジュアルのバランスで言ったら圧倒的にカジュアルな感じなんですね。ですので、それをこうダウンの内側に入れてしまうと、すごくですね、子供っぽく見えてしまって、僕ら世代にはなかなか合いづらいかなと思うので、チェックの寝るシャツは避けておいた方がいいかなと思っています。一方で、どうしてもこう柄物を入れたいのであれば、ストライプシャツの方が僕は相性がいいかなと思ってます。まあ今僕も着てますが、こういったストライプ系のシャツというのは、まだチェック柄に比べると少しシャープで、綺麗めな印象も漂いやすい柄なので、こちらのストライプシャツの方が合わせはしやすいかなと思いますし、他には単色ですね。白のですね、ボタンダウンシャツを合わせてみるのもいいかなと思いますし、あとは単色のネイビーだとかグレー系のシャツを合わせるのもいいかなと思います。先ほどお伝えしたようなフランネル素材のシャツであっても、チェックが入ってなくて、無地であれば全く問題がないので、シャツでも OK と NG があるということはぜひ理解していただければなと思っています。ちなみにダウンを着る時のシャツをインするのかアウトするのか、これはどちらがいいかというと、どうしてもインするとおじさんっぽく見えてしまうので、アウトして着ていただいた方がバランスがいいかなと思うので、そのあたりもですね、ぜひ確認していただければなというふうに思っています。はい、続いてダウンに合わせるボトムスですね。これもすごく重要なんですが、やはりですね、意識してもらいたいのはカジュアルと綺麗めのバランスなんですね。こちらの NG に置いてあるチノパンですとか、色の落ちたデニムというのは、本当にボトムスの中でもカジュアルな方向性なんですね。なおかつ、チノパン、デニムに関しては、サイズ感がこう中途半端に緩かったりすると、これまたですね、なかなか素敵に見えづらい。ダウンとはですね、相性が良くないんですね。ですので、ダウンというカジュアルなアウターに対して、この2つはですね、ちょっと注意が必要かなと思います。結構履いてる方いらっしゃるので、これはですね、ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただきたいなと思ってます。じゃあ具体的にどんなものを着ればいいのかというところで、2つほど選択肢を挙げているんですが、まずですね、チノパンの代わりに鉄板で持っておいていただきたいのは、スラックスとか、あとはイージーパンツと呼ばれるような、結構綺麗めに見えるようなボトムスなんですね。できればセンタープレスが入ってた方がより綺麗めに見えるかなとは思うんですが、まあ、スラックス調に見えるようなですね、パンツがあるといいかなと思います。まあ、イージーパンツというのはほとんど見え方はですね、スラックスっぽいんですが、腰にゴムが入っていてリラックス感のあるようなボトムスですね。まあ、こういったもので色はですね、ブラックだとか、あとはグレー系、このあたりを選んでもらえばまず間違いがないと思います。ユニクロのスマートアンクルパンツですとか、あとはグローバルワークのアーバンスラックスなんかがもうバランスが良くて鉄板かなと思います。このあたりはですね、見え方としてはかなり綺麗めに見えるので、まあ大人の男性にはハマりがいいかなと思うので、上半身はカジュアルにまとめても、ボトムスは綺麗めにまとめるのが本当にバランスがいいかなと思うので、トライをしていただきたいなと思ってます。そしてもうちょっとこうスラックスみたいな綺麗めな感じよりはリラックス感のあるものがいいな、デニム系がいいなという方は、もう王道はですね、黒ジーンズ。これがですね、間違いのない選択かなと思います。もう痩せ型の方だったらスキニーでもいいと思いますし、まあ普通からぽっちゃり体型の方だったら、スリムフィットだとかテーパード型のボトムスですね。まあジーンズ系を履いてもらうと、まず間違いがないかなと思ってます。まあダウンジャケットというのは結構ボリュームがありますよね。それに対して、ボトムスまでボリュームを出してしまうというのは、まあ似合う世代もいるんですよ。10代、20代の方であれば、そういったスタイルがかえってハマるんですが、僕ら世代でそれをやると、なかなかだらしなく見えてしまうので、上半身にボリュームを持たせながら、ボトムスはシャープにまとめるというのがいいかなと思うので、こういった細身の黒ジーンズというのは、そんなに今っぽくはないかもしれませんが、王道かなと思ってますので、ぜひこのあたりもトライをしていただければなと思っています。まあ、ちなみにですね、黒ジーンズ以外でも、色落ちがそんなにしてないデニムですね。リジットデニムと呼ばれるような、ほとんど色落ちのしてないものとか、そういったものでもハマりがいいので、デニムをどうしても履きたい時には、大人っぽく見えるような、綺麗めなデニムが鉄板だということは、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト、靴なんですけども、これはですね、まず NG から見ていただきたいんですが、
意外とですね、これが多いんですよ。ストレートチップというのは革靴ですね。スーツに合わせるようなかなりきれいめな靴ですね。ストレートチップだとか、あとはプレーントゥーとかもそうなんですけども、ダウンというアイテムがかなりカジュアルなのに対して、靴がものすごくきれいめすぎてしまうと、これまたちぐはぐな印象になってしまうので、僕はですね、ダウンに合わせる靴というのは適度にカジュアルなんだけども、カジュアルすぎないものの方がバランスがいいかなと思ってまして、鉄板となるのが、例えばスタン・スミスだとか、あとはジャーマントレーナーだとか、そういったレザー系のスニーカー。まあ最近スタン・スミスはですね、レザーではなくなってしまったんですけども、レザー系のスニーカーだとか、シンプルな本当にスニーカーですね。白とかブラックが間違いがないかなと思います。ナノユニバースのオリジナルのレザースニーカーもいいと思いますね。まあそういったものがハマりがいいかなと思いますし、まあもちろんですね、ニューバランスのスニーカーとか、ナイキのハイテク系のスニーカーが合わないことはないかなと思うんですが、大人っぽく履いていただくのであれば、レザースニーカーが間違いがないかなと思いますし、ビジカジだとかビジネスシーンで履くようなレザー系の綺麗めすぎる靴はですね、あまりダウンには合わないというところは頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の NG ダウンコーデということで皆さんに具体的に5つの例を挙げながらですね、解説をさせていただきました。まあ、ポイントをお伝えすると、ダウンというもの自体がですね、かなりカジュアル度が高いので、それ以外のアイテムもカジュアルすぎてしまうとなかなかバランスが取れなかったりだとか、あとは例外として、ダウンがカジュアルなんだけど、その一方で靴だけをめちゃくちゃ綺麗めにしてしまうと、それまたちぐはぐな印象になってしまいますよというところですね。このカジュアルと綺麗めのバランスを頭の片隅に置きながら程よくミックスするということが非常に大切なので、ぜひですね、今回ご紹介した例を参考にしながら皆さんなりにですね、ダウンコーデというものを楽しんでいただければなと思ってます。まあ、今回ご紹介したダウンに合うようなアイテムですね、まあ、具体的にいくつかですね、動画の下の概要欄にリンクを貼って事例をお伝えしたいなと思ってますので、そちらも参考にしていただければなと思っています。まあ、このような形でですね、なるべくメンズファッションの基本をですね、わかりやすく、時にはホワイトボードを使いながら、これからも解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらですね、チャンネル登録と動画の感想とか、そういったものをですね、コメント欄にいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。